こんにちは。スイスで日本茶大使として日本茶の広報活動をしています岡本恵美子です。今後何回かにわたり、さまざまなテーマに沿って日本茶についてご紹介していきます。皆さんに日本茶への理解をより深めていただき、もっと日本茶を楽しんでもらえたら幸いです。今回は煎茶がテーマです。最初に煎茶がどういったものかご紹介します。そしてお茶を入れるのに使う茶器をお見せし、最後に美味しい煎茶の入れ方を紹介したいと思います。まず煎茶について少し説明したいと思います。こちらが煎茶です。日本で生産される茶の約 70% を占める一番ポピュラーなお茶です。良い煎茶は甘み、旨み、渋み、苦みのバランスが良いものです。良い煎茶の見分け方なんですが、葉は深い緑色で細くて丸くよれているもの、光沢があって手触りが硬く引き締まっているかどうか、手で持ってみて重く感じるもの、それから香りを確かめましょう。試飲して味や香り、水色を確認しましょう。長い冬の後の春先に出揃った新しい芽から作られたお茶を一番茶と呼ばれ、一番品質が良いとされます。お茶は全国各地で作られていますが、主要産地は鹿児島県、静岡県、三重県、宮崎県、京都府、奈良県、福岡県などです。いろんな産地のお茶の飲み比べをしてみるのも楽しいですね。朝の目覚めに、食後に、あるいはホッとリフレッシュしたいとき、またスポーツの前後など、お茶は一日のうちのいろんなシーンで楽しむことができます。また賞味期限ですが、お茶のパッケージに記されていますが、開封後は茶缶あるいは密封容器に入れて冷暗所に保存し、花期は半月内、冬季は1ヶ月ぐらいで使い切るのがよろしいです。日本茶を入れるための道具はいろいろあるのですが、ここでは急須と茶碗を紹介したいと思います。まず急須です。こちらは日本の伝統的な横手急須です。お茶の味は急須の形や茶こしの形によっても微妙に変化します。このように茶こしの部分も陶器製で、きめが細かいものが茶葉も詰まりにくく理想的です。また深蒸し茶用に目詰まりのしにくい茶こし部分が帯編み状になったものや、ステンレスの茶編みが入っているタイプもあります。また低温で入れる玉露や上級煎茶向きの芳品といった取っ手のない急須もあります。急須の手入れですが、日頃からブラシあるいは歯ブラシでこするなど、茶こしの詰まりに注意しましょう。水分と汚れがついたままで保存するとカビが発生することもありますので、よく乾燥させましょう。次に茶碗ですが、形は大別して2種類あり、背が低く飲み口が広がっている組み出し茶碗型は煎茶や玉露用としてもてなし用に使われます。背が高く太い筒のような湯飲み茶碗は番茶やほうじ茶など量を飲むお茶向き、厚手の陶器製、薄手の磁器製、ガラス製などさまざまなデザインや素材のものがあり、季節によりお好みで選んでよいでしょう。ただ内側に色がついたものですと、水色がわからなくなったり濁って見えたりしてしまいます。煎茶にはお茶の色が入る白磁で小ぶりなものがよろしいでしょう。それでは煎茶の入れ方を紹介します。お茶の入れ方はこれが正解というものはないのですが、ちょっとした工夫でより美味しい煎茶を入れることができます。美味しく煎茶を入れるための工夫をご紹介していきます。今日使う道具はこちらです。急須、茶碗、ティースプーン、水、
煎茶と茶葉を保存するための茶缶です。茶葉の味が落ちていくのは酸化が主な原因ですが、湿気や紫外線によっても茶葉の劣化は進みます。密閉性の高い金属製の茶缶は茶葉の保存には最適です。急須がなくてもお茶は入れられますが、今回は急須を使った日本のお茶の入れ方をご紹介します。急須はいろんな大きさのものがありますが、今日は 3,4 人分が入るものを用意しました。茶碗は容量は 100ml ぐらいの小ぶりのものを使います。そしてとても大切なのが水です。カルキ臭は茶の味に影響しますので、よく水を沸騰させてカルキ臭を抜いてから使います。あるいは硬度の低い市販のミネラルウォーターを使っても良いです。その場合もしっかり沸騰させてから使ってください。それではまず水を沸騰させます。湯が沸いたら茶碗の8分目まで湯を入れます。こうすることでお湯の量が測れます。そしてさらにお湯の温度を下げることもできます。さらに湯飲みを温めることもできます。おいしい煎茶を入れるためのお湯の適温は80度前後です。茶葉の量は1人分約2から3グラム、ティースプーンに軽く1杯です。今日は3人分のお茶を用意しますので、ティースプーン3杯のお茶を急須に入れます。茶碗が温まったら湯温は適度に下がったという合図です。これで湯の温度は10度ぐらい下がっています。この湯を急須に入れましょう。はい、ここから1分ほど待ちます。この間にお茶の葉が広がっていきます。はい、1分経ちました。お茶を茶碗に注んでいきます。お茶の量と濃度が均等になるように1、2、3の順に注いで、また3、2、1の順に注ぎます。これを回し継ぎと言います。これを繰り返し最後の一滴まで注ぎ切ります。最後の一滴が美味しいと言われています。後からまた美味しい煎茶を入れるために急須の中にお茶が残らないように気をつけましょう。お茶が残っていると2煎目を入れるまでに浸出してしまいます。最後の一滴まで注いだら手のひらでポンと急須を叩き、茶葉を急須の真ん中に戻しましょう。そして2煎目3煎目も美味しく入れられるように茶葉が蒸れないよう蓋を少しずらしておきましょう。2煎目を入れるときは1煎目よりやや高めの温度で入れてみましょう。もう一つ他の湯飲みがあると便利です。このように3杯分のお湯を入れてまいります。すでに茶は広がっているので浸出時間は20秒ほどで、同じように回し継ぎをしましょう。そしてまた最後の一滴まで注ぎ切ってください。お茶が日本人の生活に深く根付いていることは、茶の入ったことわざが多いことからも納得がいきます。例えば、
茶柱が立つと縁起が良い。茶柱が立つのはめったにないこと。人に話さないで黙っていると良いことがあるという。ちなみに私の祖母は茶柱が立つとそれをさっと取ってこう襟元から入れていました。酔い越しの茶は飲むな。出したての美味しいうちを飲め。一晩置いたら美味しさを失うことの例えです。お茶を濁す、いい加減なことでその場をごまかすことです。お茶の子さいさい、物事を簡単に片付けることの例えです。いかがでしたか？ぜひ皆さんもご自身で煎茶を入れてティータイムを楽しんでみてください。皆様のアンケートは読んで動画作成の参考にしております。今回もアンケートを書いて送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。次の動画では抹茶の立て方をご紹介します。どうぞ楽しみに。